今日起きてまず一番最初に何をしましたか。私は仕事に行きました。嬉しいです。今日朝起きて一発目にしたのはコーヒー牛乳をガム飲みしたこと知っていてやる。今日起きてやったのはささっと飯食って散歩に行って薬局でドクターシーラボの化粧水を買ってさっきつけました。魚です。ありがとうございます。ありがとうございます。たということでね、今回もモリモリクラスをやっていくわけなんですけども、あれなんだなんだあれ、どれだなんだあれ、見えんの。え、見えるよ。あ、見える。お前には見えない。お前じゃないよ、KC のやつじゃないよ。まず KC のやつじゃなくて俺のやつな。まずそもそも KC なんかやったの、ね、何いやいや、やったの、やったんだろお前。やったな今。おい待て、ダンジョン。あれ、ダンジョン見つけた。ダンジョン、あ、ダンジョン見つけた。あ、何、どこどこどこ。まあいいや、後でいい、後でいいけど、まず待て、一個一個処理してこい。一個一個渋滞してるから今。まずどれか行く。あの見えとるとこやったら行く。 あれだな、あれをまず直そっか。待って、これさ、当たり判定あんの。あれ当たり判定ある。え、当たり判定あるけど、登ろうとしたけど早すぎて登れないかもしれん。マジ。え、じゃこれチャレンジしよう。チャレンジ長すぎだろ。え、何これ。出力片面だけでもいいんかなと思って配信の時やってみたけど、こうなったわ。あ、なんかでもいけそうではあるな。あ、なんかちょっとずれるんやんなこれ。はい、あ、乗れね。早すぎて乗れ。待って、乗った瞬間シフト。ああ、わあ、横がいいかな。水平に近い方がいいのか。ああ、かもしれん。でもそれ多分一番速度速いから、お前の体縦に真っ二つになるぞ。あれ遠すぎるわ。ジョリンだろ。ああ、面白いこれ。ああ、でも無理だな。ピョンっていくな。浮いてはいるね。あそこは乗れるんだ。え、そのままそのまま走れ走れ走れ。おお。間に合うわけね。え、おもろ。え、すげえ。え、これ出力どんだけあんの。何万。あ、4000か、これで。はあ。なんかコメントにあったけど、この風力はパワーがあるけど、この回転力がないから、回転を強化しても多分水車の方が速いみたいな、そんな感じらしい。あ、そうなんや。うん、まあでもよっぽどいけると思うけどな、その回転力は。で、この水車の力を借りて、はい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 、なんかやったの。この下の安山岩合金を自動で作るシステムと、あー、あれね。もう一個ないかい、あれか、箱みたいなやつ、名前ないっけな。安山岩ケージングを自動で作るやつか。あ、まさかあれやったんか。デプロイヤー、何やったっけ。あ、デプロイヤーついてんじゃんこれ。これだろ。デプロイヤーだな、あの指先のやつ。そうそうそう。でここにまず原木を入れると、カッターで切ったらあれが皮を剥いだやつ、はいはいはい、うんうん、でそのまま流れてって、ここで安山岩合金をこのデプロイヤーで挟んでできると。ああ、ね。あ、じゃあこれデプロイヤーにあれか、安山岩合金を持たせてんのかこれ。そう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 。あ、なるほど。え、これあれか、真鍮トンネルは必要なのかこれ。あ、真鍮トンネル、あのさ、安山岩合金だけいるときあるやん、たまに。あ、はい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 。だそれ用に1個ずつ分けて、こ、あ、分配してんのか。なるほど。そうそうそう。あ、いいねいいね。これはいいな。でさ、これ何、この赤いやつ。これスイッチ、赤いやつ、これ回転の刃を向き変えやんとあかんらしくて。ああ、これが流れに逆らうようにってことか。そう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 。じゃあこれはあれじゃないの、普通に何だっけ、普通のギアボックスみたいなやつでいいんじゃないの。別に分からんが、これであれか、回転方向変えられるのかだな。いや、安山岩合金作るとき会えないな。撤回でいけんルーやな。あ、そうそうそう、なんか2ルートあるよね。おお、撤回ダダ余りしとったから使い放題やから。あ、いいねいいね。こっちへ行けんか。まあでも結局安山岩がいるわけだもんな。そう、それそれなんだよな。じゃあちょっとさ、俺思ったのがさ、この風車さ、横向きにしたらどうなるの。横向きっていうのは、だからこれ水平方向に回るようにしたらオーナー跳びできるんじゃないかっていう。あ、いけるかもな。ちょっとふと今思ったんだよね。ちょっと確かにやってみないか。一回寝て、あ、まだなんか隣あんじゃん。何あれ、
あれ鳥の卵集めるためだけのやつ。あね、特に高評のやつは何も使ってないわ。 あそっか、あれだっけ、なんだっけ、ブレイズケーキの型、型だな、ブレイズケーキの型を作るのに卵と砂糖と、あと何だっけな、ネザーラックの粉砕した粉みたいなやつ。あーね、そっか、じゃあ粉砕機もやらんといかんのか。ちょ、粉砕機もやってみたいけどな。どうやら粉砕機のあのなんかあれは回転が早ければいいっぽいから、別にあれになんだっけ蒸気機関はいらないっぽいな。野菜の収穫やってみる？だな、なんかやりましょう。風車置いて回転させるだけみたいなやつ。結局あれか、水平方向にあ、そうや、そうや、そういうことやな。なんだっけ、風車ベアリング、まずあとあのほか、ほ、あ、ほか、あとなんか羊毛とかでもいいんだっけ確か。あ、そうやな。おお、と超粘着剤出た。あ、でも誰か持ってんだよね、粘着剤は。あるある、羊毛、羊毛、決心なんかやってんなやってないよ、自ら白状したからな、さっきなんか見える俺が言っているものとは違うものを言って見えるって言ってるから、なんか見えなさそうなところになんかやってんだよな。あとお前、俺のつらし盗んだな。え、おい、ちゃんと戻して。お、マジで、ありがとう。変換しとんのか配信中にさ、あれ見上げたら、あ、なんかある。まあ、いや、あの風車作ってる時にもう見えてたんだけどさ、俺の隠し保管庫が見えてんだよな、うっすら確かあるんだよな、天空に。ちょ、マジで俺が出かける前にさ、ちょ、たまたま見たら配信してて、俺のやつ盗もうとしてるから突き落としたんだよな上から。繋がってる。どれ？お前、謝らんと村人落とすか。バカでかいのがこっちから見えとるんやんな。もう一個マップにも映っとるしな。え、でかそうなダンジョンがあったから何？こっち方向まっすぐ、あ、見えへん、これ。お、何あれダンジョン。しかもダンジョンやのになんか上わかんように松明置いてあるんだよな。あ、丁寧だな、仕事が丁寧やな。そう、怖っ、なんだあれじゃああれは KC が一人の時行くらしいからな。あ、な、いいね、マイクラ冒険家。行かないよ。行かないんかい。おい、雑に押したな、お前。何雑に押したね、君今。あれ、どうしたん、なんで壊れたんや。何があったんだ。分からん。なんか分からんか。素材がいっぱいあった。PC マイクラ冒険家だ、これ。んーとだ。松明置いとこう。湧きつぐし。収穫のやつ、なんちゅう名前だこれ。カッターの刃みたいなやつね。なんちゅう名前これ。なんだてめえ。ハーベスターやって。ハーベスター、メカニカルハーベスターか。ハースターやった。ついでにこのハーベスター1個作っとくわね。あ、待って、3つぐらい4つぐらい。あー、そうやな、回転、じゃあ、そうやな、あの回転方向の羽にそれぞれつけたら4つ4箇所いけるってことやもんな。うん。あ、しかもこれあれか、カッターと回収してなおかつ種も植えてくれるのか。え、これどういう、種も植えるか、どういう仕組み、どういう権利やこれ。土台なんやこれ。なんか メカニカルシャーシみたいなの書いてない。あ、リニアシャーシ、セカンダリリニアシャーシ、ラジアルシャーシって3つあるな。なんだ。あ、なんか形一緒やったけど ちょっと違うんか。風車ベアリングとメカニカルベアリングとちょっと形違うよな、種類。あ、シャーシが同じだったら勝手にくっついてくれるみたいな感じっぽいね。ああ、
難しいな。これあれ粘着剤いらずのブロックってことなんかな、要は。すげえ。粘着量を制御できる風車気になるはえもうなんかブンブンって聞こえそうだもんなまあでも全然重くないな別に。そうやな、ね、10倍も動いてマグマも動いてんのに。あとマグマ満タンかも。メカニカルプラウって何や。プラウ何それ。何やろこれ。おシャーシやるわ。あメカニカルプラウあれが雑草とか買ってくやつかな地面の。あーなんかこれこれでなんかいろいろ回収できるってなんかコメントにあった気がすんな。あ 雪とかも回収できるのか。マジ。えしかも土耕せるってこれメカニカルプラウ。えどういえちょっと待って。あこれバリカンか要はメカニカルプラウの最後のモーションちょっと可能性がある。待ってちょっと見てみるわ今雪回収してる。耕す。いや土耕すのめんどくさいんだぜ。おーすげえ。あなんかなんかやってない。あゴルフだ楽しそうやんなこれいいな。これもじゃあやってみるか。うんだな飛ばし。しかもこれ最後のあれ回転は歯車やってるから超速プラウできんじゃないか確かに歯車やってるな。カラになっちゃったよはいすげえな。でも9000か増えねえななかなか